赤坂コーチングの西村です。本日は家族との時間の過ごし方です。こちらすぐやさんの YouTube 実践メールの第85日目です。私同居してた時はですね、家族との時間の過ごし方はご飯食べる時間大切にしてましたね。あとは朝のおはようとかですかって感じです。まあ普通にご飯食べに行ったりとか、まあとにかくそういう普通の時間大切にしてましたけどね。今は東京と金沢と離れてるから電話ですけど、まあ割とまめに電話してますよっていうお話でした。